ちゃん、おはよう、おはよう。昨日は一日大変なことになっておりましたが、黒犬パパは腰が痛いっす。やばいね。まあ今日も朝9時から今は6時43分、うん、7時だとしたら2時間後にはもう出かけていかなきゃいけないです、お祭りの社務所、社務所、うん、っていうんだっけ、多分、うん、に行って手伝いをするっていう感じなんですが、多分ね毎年社務所っていうところにはおじいちゃんたちがなんか5、6人とかただただ座ってるあれだと思うんですよね。なので大して何もしなくていいような感じがあるので、ただ終わったらまた片付けみたいな感じなのかな。ちょっと夜か、ちょっとあまりにもずっといるのは、難しいので一旦昼過ぎたら帰らせてもらおうかな。体調がやばいと思うので、そうだね、涼しくなったらまた行こうかな。そんなのみんなが思ってるのかな、うん、誰かはいなきゃいけないきっとね、まあ行った先で決めます。へえ、いいポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん朝から甘いとるな。何、うん、ポンちゃんね、甘い子さんやね。いいね、パンちゃん。しますか。ちゃんくん、ヘルメットしてる。ちゃんくんいいね。ほら、表と裏で、ジャンくんとポンちゃんです。じゃあ、ブラシの、これが長い方が、ポンちゃんで、じゃあジャン君で、短くて密集しているのがポンちゃん用に使っています。ちょっと毛が舞うのでボトルに毛を入れます。なんか暑いな。足がまうま、おー、いっぱい持ってる。おー、すごいね、足元止める。あ、ごめんごめん、ポンちゃんにぶつかっちゃった。